はいどうもビットコイン価格ですね。もう、だいたいこの辺で落ち着いてますね。まあ、1時間で見てて、まあ、60万円を超えてからの、まあ、ここが0時なんで,で、ほぼ今ね、えー、0時に向かって、10分前とかなんでね。えー、っていうことを考えると、そこから考えると、プラス7万円。で、7万円の上下幅1万円くらい。 かな2万円くらいですか、うん。で、63万円から65万円でうねうねやってるような感じなんですよね。はい。で、ここでまあ気になるのは、今見てて、イーサリアムが上げてるのと、まあ、このイーサリアムにけん引されて、クラシックの方が上げてるだと思うんですよね。で、まあ、私が持ってる、話題に上がってこないモネローとかね。 モネロはまあ高値なんですよね。1万1000円くらいで買ってます。割とうん35モネロとかだと思うんですけど、まあ、これは現在保有中で、えー、これはなん,でなんでなんだろうな。これ急に上げてますね。うんうん、急に上げてます。本当一1時間くらいの間に700円とかね。上げたとこもあるんで、あ、500円か。うん、なんかあったんでしょうね、これ。 情報全然拾ってないですけど、まあ、ポジションが時間軸が長いんで、まあ、情報は一切拾ってないですね、えー、で、えー、気になるのはですね、まあ、この、えー、まあ世界の株価っていうところを今は PC 上で見てるんですけどもなんかね摩訶不思議なわけですよ 恐怖指数っていうのはマイナスになってる、マイナス2.52。まあ、これアメリカがね、中心のその指標なんですけども、それに対してゴールドが上がってる。まあ、上がってるって言っても、そんな大きな上げではないんですけども、上がってるんですよね。で、えっ、ー、と、もう一点気になったのは、ああ、そうです、そうです。ドル円がですね、えー、まあ今、111円。 85銭になってるんですけども、この辺もちょっと気になりますね。何なんだろうっていう。うん、これの、何て言うんですか、相関関係、こう、バランスとかってのはあると思うんですけども、それが、で、ドル円がこうなってくると、まあ、普通というのも変なんですけども、先物が下がるんじゃないのって思うんですけども、先物の,の方は、 日経先物ね、えー、こちらは上がってるんですよねうんなんかよくわからないあのー、経済のことはよくわからないんでね正直な話、まあ、気にしては見てるんですけどもそのおすり合ってない頭の中ですり合ってないのでえー、まあなんともねでまあここ数日の話題なのはモナコインこれね これは非常に何だろうな、話題にね、仮想通貨上で話題にめっちゃ上がってると思うんですよ。うん。えー、っと、まあ、あの、LINE グループでですね、えー、まあ、17円の時から保有してて、今現在、今 ?500 円とかじゃなかったかなあれ、値段の方はあれなんですけど、これ と、あそこですね、えー。ビットフライヤーだと思うんですけども、ビットフライヤーじゃなかったかな。まあ、あのー、あれですね。仮想通貨をやるにおいて、ウォレットってのは多少作っといた方がいいですね、あっちこっちの。あ値段見るのもそうですし、何がこう上がってて、何が下がってんの。で えーまあ、気になる方はそこの気になったタイミングで調べるとかね、えー、をすればいいと思うので、えー、それはね気にした方がいいですねあええー、600680円くらい今680円ですよ17円からもええー、すごんくないですか ちょっとね口,口がというか言葉が出ないんですけどすごいっすねこれ異常値ですよ異常値17円から持ってて10倍だとして170円じゃないですか30倍とかかなと計算機、ね、計算機まあこういうことをやるあれのもう変なんですけども、A、÷17 40倍ですよ。40倍。エイダコインが、あ最初のね、プレセールの値段から、突き上げたところで40倍なので、うん、すごいですね。まあ、エイダコインもね、えー、っと、これが、まあ、0.0が5個の後が、あいいんですよね。いいというのは、落ち着いてきてる。まあ、き振れ幅はあるんですけども、今日にぎわってたんですよ。エイダグループで。 でねでこまあ0.0が5の後に500です500あたりまで付近まで上がってたんですよねを超えたあたり上ヒゲが出てるのが何箇所があるんでまあその辺の値段ですねがにぎわってきてるっていうのとこれはね昨日あたりからな,なんか結構 こう,うねうねやってて昨日はまあ530たりまでかな上ヒゲが530まで行ったりとかまあここ数日で割とこう何日前かな10月の5日には542とかねこの辺でまあ下がって40を,400を切って で、そこから今の値段なんで、割となんか資金が入ったり抜けたり。で、昼間の状況では、なんかしてなんじゃないかって、してっていうのは上げようとしてあげて、まあ、下げようとして下げるっていう、そういうね、えー、とこなんですよね。うーん、まあ、そんな感じですね。なんかいろいろ分からない。いろいろ分からないんですけど、まあ、こういう変化が今現状お起き てますねこれ何なんだろうねめっちゃ不思議。最初しゃべったものなんかは本当によく分かんないですね。ドル円が、うんうん。よくわからない。経済の話をするとですね、これはバカにされますんで、よく分かってないん、ね、で、本当に分かってない。で、えー、ですね、はい。 でまた新規にツイッターのアカウントを仮想通貨絡みでフォローしていただいた方がいらっしゃるんですけどあのなんかメッセージをあできないんだっけかなあ私が今ねたった今フォローさせていただきましたんでまあこれであの DM が送れるようになったのかななので、えー、ぜひ、ねえー、絡んでいただきたいのと、まああのー、グループの方のねに の紹介とかもしますので、うん。ぜひね、えー、入っていただけたらなと、ICO グループもあるんで、はい。で、ワイ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 今日もエイダがね、あげたというところで、ワイ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 やってましたんで、ん。で、グループ、LINE グループの今日なんかはちょっと特殊で、おそらく通知なんか1日で200、 うわ超えてるんんじゃなないかなと思うんですよねその人グループの通知が、うん。で、なんだろうな、その同じスタンプが連呼されたりとか、それがその、他の人がみんなスタンプ、別の人が売ってるんで、同じスタンプですよ。うん、ある種なんかこう、エイダー信者みたいで、まあ、エイダー信者はエイダー信者なんですけど、うん、面白いですよ。うん。なんかそのね、えー。 面白い感じがしますそ,のそれだけワイワイやってますね。えーまあ、時には真面目な話をしてみたりとか時にはそのスタンプを連呼してみたりとかね。でまあ規律っていうのは特にないんですけども現状、まあ、11時23時から、まあ、翌朝の5時とかねその辺の前後は比較的通知がないものになってますんでまあ多少こう あったりはすするんですけどもその辺はな何て言うのかな普通の人間の営みっていうんですか夜は寝るよ朝起きるよっていうねそういう,うところは守られてる感があるんで、まあ、24時間うーんはどう,どうなんでしょうねそういう規律が多少なりともありますね多少なりともあって、えー、その中でみんなさ、まあ、活動してるってとこでね、まあ、個々がそう 夜中どうしてよっていうのはやっぱ相場のねで仮想通貨は24時間365日なんで,で相場は空いてますんで、まあ、その辺の取り方っていうのはあここにあったとしてもそのグループ内ではあ通知だとか LINE をこうするっていうんですか文字を入力して、えー、送るっていうことはしないんでしないような感じになってるんでね、うん、まあまあその辺は気にされてる方 あるいはそのグループの LINE のね、えー、グループのグループの通知を切るとか LINE そのものの通知を切るとかね、えー、を使用してみてもいいんじゃないかなと私は LINE はね基本切ってるんですよで、まあ、今日であればおそらく500通知ぐらいあると思うんですよ1日で、えー、株の件もありますし仮想通貨グループも45件かな あるので、まあ、その中で、えー、500ぐらいの通知をあるで。500とかの通知があって、仮にこう音を鳴らしてたりとか、バイブにしてたりとかってなると、他人様がいるところで,ですね、非常にこう驚かれると思うんですよね。常時鳴りっぱなしの時はずっと鳴ってるわけですので、うん、まあまあ当然そこは驚かれますよね。うん、な感じなんでね。 えー、そう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 いうことがありますんでまあそういう通知機能を切るっていうのもまた今の今のね時代に合った LINE の使い方なのかなっていう感じはしてますんではい、うん、参考になればと思います、えー、で、まあ、10%ねイーサリアムを上げたってこともあってちょっとしかない私のね2000円くらいのものは すごくないですか ?200 円増えちゃった。で、ね、10%増えると、まあ単純に200円増えるわけですけど、えー、円換算ね。うん。だこういうことになっちゃうんですよね。で、これ今これ高が、たかが2000円ですけど、これを送金して何かにね、それこそエイダーに貼ることも2000円あれば十分できるんで、うん。2000円でエイダー、 結構買えますよね。1000円だぐらい買えるのかなうん。そういうことができん、手数料抜いてね、できるんで、まあだから、馬鹿にできないですよね。だから、ちょっとしたお金、お金の価値しかないんだけど、それを、よそのね、本当に、突拍子もないものに貼って、それこそ、先ほどのね、モナコインみたいなね、まあこれ40倍ですけど、 まあまあ40倍って17円で買った人のね、えっ、ー、と比較して40倍ですから、あーもっと取れてる人は取れてると思うんですよね。気持ち悪いほど上がってる。40倍すごいな、でも。まだ持ってらっしゃるようなんで、まあ、とてつもないですよね。1、1万円が40万円ですからね。1万円が40万円ですよ。うん。ねえ、50万円が2000万円ですよね。 50万円が2000万円になってますんで、ま、えー、まあ、あのーまあ、10万円でも400万円なんで、10万円で車買いちゃうよっていう話なんですよね。うん。なんでね、本当やっぱ面白いですよね。そういう話を聞けば、あなんか面白いのもの見つけてみようかなっていう風な感じになっちゃいますんで、えー、皆さんもね、参加してみましょうよ。うん。 うん、ねえ。ー。ってな感じでね、まあ、エイラコインもわっしょいわっしょい、相場にこれ、資金が入ってきたり、抜けたりしてるんで、もう多少こう、振れ幅が出てくるってことは、皆様は触ってるってことなんでね、これは楽しんでいけるんじゃないかなと思いますんで、えー、ぜひね、本当 LINE グループに入って、えー、くださいというのかな、入ってみると面白いですよと。 で、まあ、LINE で、別途、l i n っていう意味では同じなんですけども、別途で話すと、先ほど500通ぐらい、1日で来ちゃうって、今日はね、あったんですけど、まあ、実際そのぐらいはあると思うんですけど、株の LINE っていうのもありますしね、ああ、これはダメ、これはダメなのよ。紹介できないです、株の LINE は。あの、ひ月に1回、明日、まあ、今日、本日あるんですけど、六本木でね、 えー、株のセミナーではないんですけど実際にもう株にい、まあ、興味があるっていう,いうよりは株でも取引をされてる方でアクティブにされてる方とかあ情報を株取引してんだけどまめにはやんないんだけど情報が欲しいみたいな方とかほ他には著名人。 いいまあ、名前も出しても構わないんでしょうけどその著名人もいらっしゃるね、えー、そういう会ほぼその方はいらっしゃったりとか、まあ、中にはね20倍いい、まあ、モナコインの話をしてね20倍ってかぶれ20倍っていうのも変な話100倍か失礼100倍にされた方もいらっしゃいますんで、えー、資金をですよ。うん まあ 2000, 2,000万を20億なんで、まあ、100倍ですよね。で、今、まだその方はね、アクティブに入れてると。バシバシ入れてるんですよ。ねレバーをかけてるとか、かけててないとかね、いう話なんで、すんごい話ですよね。ねそうなってくると。 でそういった方も、ね、まめ、あ、に、まあ、その方が誰とかっていうのはなかなか言えないですけどおそういう方がいらっしゃる会とかね、えー、そういうのがあったりとか、まあ、全く関係ないですけどそのお、まあ、ポケモンの LINE、ね、グループがあって今日はレアなポケモンがたまたま出たからあ私の家までわざわざね、えー、来てくださった方もいらっしゃったりとか何かね人の絡みって面白いですね。 どこで何が接点にななるかかわんなくて、うん、まあポケモンなんかはね本当にこう活動してるとお普通に上場会社のね、えー、社員さんとかもやってたりで、普通にこう社会の問題だとかなんだろうな今のおどういうのが来るとか流行るとかあこういうのは良くないよねとかって普通にこうな世話話話みたいなのもしますし。 だから人の絡みってやっぱり面白いんでぜひねこの ICO グループだとか仮想エイダグループであればあ何の,その縛りもなくね、えー、入れますんで、えー、入ってみてもいいんじゃないかなとまあポケモンなんかはね近所であればお誘いはできるんですけども近所でないとなかなかね、えー、その話がまあポケモンの話はできても お地域性の話っていうのはできないと思うんで地域でこのレアなものが出るとか出ないとかね、うん、まあ仮想通貨もしっかりですよね、うん、参加してないとなかなか分かんないですけどお参加してればあ有益なね情報またはあ普段触らないね、えー、コインの情報が入ってきたりとか面白いと思うんでまあ人って面白いなって話ですねうんまあ株の話もしっかりですよね うん、まあ絡んでくとお自分がちょこっとしか興味があったことがないんだけどおそのね周りがいることによって牽引されるというかあどんどんね、えー、深いとこまで、えー、掘り下げるようなことができたりとか深いとこまで知るようなことができたりとかあるいは最初に喋ったその相関関係 だ株やってて仮想通貨ビットコイン触ってる人両方やってる人とかあるいはそのビットコインしかし触ってない人の話を聞くことによってその株とかの日経の絡みとか金の絡みとかドル円の絡みがまた違う原油の絡みとかね違う方向につながったりとかねよく言う線が点になって面,面っていうのが上から俯瞰して見れる。 でその後にどんどん深くなってくるとそれが面が 3D 化してね数値化してある程度自分のイメージ図になるっていうね面 3D 化されるっていうところまでいけばもう普通にこう株をやってても地球上で何が起きてるのかっていうのが分かるぐらいのレベルだと思うんでただ 3D 化するってことはその現地に行って現地の温度感 どういういことが起きてんのかっていうのを海外に自分で行って末端の情報を足で拾うようなねことをしていかないといけないのかなっていうところはあるまあまあとにかく動かなきゃみたいなところはあるんですよ 3D 化するまではですよえっとあるねえどこだっけな h d SBC か HSBC の社長になった方がこんなことを、まあ、動画上でね、えー、おっしゃってたんですけども野良犬があまだいる段階であればあそこの、ね、地域は今から伸びるっていうのを言ってたんですよで日本なんかで野良犬を見るってことは非常にないと思うんですね、えー、当然地方とかでもひょっとしたらいる ところもあるかもなんですけども今どっちかっていうと子供優位性子供大事だよ子供大事にするよねえー、貴重価値が非常に高まってます子供に対してで子供が野良犬にかぶってやられたら困ります。それは あ野良犬が悪いとか子供が悪いとかじゃなくて子供はこう興味本位で野良犬をひっぱたいてみたりとかいじめてみたりとかしてえ驚いてね野良犬の方もガブリとやるじゃないですかでガブリとやったら今度施設の方にこうその犬がねどんな野良犬だっつって捕まって施設の方に持ってかれちゃうわけですよで今は日本っていうのはそれが進んだ状態なんですよね 野良犬,犬がいないっていうのはもう社会の何て言うのかなインフラあ危険性が野良犬でもって人間に危害を加える機会が非常に低い環境になってる。でそれはどういう環境かっていうと社会が成熟してるんですよ成熟してるからそこまで管理が行き届いてるっていうことなんですよね。うん、っていうことを を考えると野良犬が今現在いるってことはそこ,、ま、そこまでですね社会の規制だとかインフラが整ってないっていう見方ができるんですよ整ってないってことは今からそこは発展するのしないのっていうとで人口ピラミッドがしっかりしてるであればどうなんのって話じゃないですかで、えー、途上なわけですからどんどん発展していくしかないっていうねだから 社会を俯瞰するとか世界を俯瞰するっていうのは実際のとこ何を見なきゃいけないのって言ったらそこの末端で何が起きてるのかね日本の高齢化が何が問題なのかって末端でこういうことが起きてる地方の問題とかあその高齢化によって労働者がそもそも高齢になっていくからあ生産性が低くなるよ一般的にですよ。その すごいあのブラッシュアップされることは当然あります。高齢者じゃなきゃいけない、ね。長年携わったものじゃいけない、その人じゃなきゃいけないっていうものはあ多々あります、正直、えー。なんですけども、一般的にはそ,のそう言われますよね、うん。で、そこが問題なんですよね。うん、高齢化の何が問題なのね えー、一人一人が働くなくなるとか地方になるとか病院に行くことによって医療費がかかるっていうのが大きく見たら日本の経済においの負担っていうか税,税金のね、えー、こう配り方によって医療費っていうその生産性が下がるものに対して医療費をかけるっていうのはんそれ誰得みたいなところがやっぱりあって。 でそれがその何ていうのかな守りにお金を入れてる。だから高度経済成長の時はあ攻めにお金が回ってたんですよ。 インフラがあ整えるために税金を入れる税金を入れてインフラを入れるからそこに雇用が生まれて雇用が生まれるから安心して子供が産める未来もまだまだ日本っていうのがあ上がるしかないもうそこは見てるしもうだって俺たち上がるしかねえじゃんってで実際給料も上がってるじゃんって言って子供が作れる環境ができてたわけですよね。うん まあ地球的に見たら人口,人口爆発は良くないんですけど国っていう小さいレベルで見たらそれはいいことなんですよね人が増えるってことは人が生まれるところにビジ,ビジネスがあるんでね、えー、でそれが続いてたからあその年代の人たちは良かったんですよね今その逆なんですよね守るため維持するためインフラも整ってるんだけどそれを整備するためだけにお金を使ってるだから 言うとマイナスかプラスって言うとどっちかとていうとえー、っとあくぜに身につかずっていうんですかあのギャンブルとかで、えー、勝ってもお,お金が残らないあれに近いことを国があー自信を持ってやってるみたいなところがあるんですよ。うん なのでここは非常にいい注意が必要なんですけどもただ注意が必要なんですけども私たち個人はある程度世間を見ながら攻めなきゃいけないですよね。でないともう国リ当てにならない。まあ,あの俯瞰誌からそこまでねえ話が広がっちゃったんですけどもお金ってものをお金じゃないですえっと俯瞰ってのはそこですね。そこままでで見れれば 3D 線,が線ににななって面になる、ね、俯瞰視する。俯瞰して 3D 今この国はこういう状態なんだっていうのをある程度頭で数字ではこう提示できなくてもこういう水準にこの国はなってんだなっていうのは分かると思うんですよ。でそれをやるのにはやっぱりの情報を足でで拾うしかないですよね。うん、でそこまでやっぱりやりたいですよね。 やらなきゃいけないんだと思うんですよ。1投資家としてみたら。うん。だポケモンを何気にワイ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 やってるんですけど、ワイワイやってることは、意外にあれがね、悪いことではないんですよ、実は。あのー、社会のお金のね、使い方とか、個人があお金の使い方とかね、そういうことがああいうところの末端に出てるわけです。うん。 今、お金を使わないで遊べる方向に国民が、高齢者が向かってたり、中間層がも向かってるっていうのは、もう見て取れるんですよ。末端の底で動いてるとね。うん。だそういうのもそうですし、本当お、誰かに今日言ったんですけど、無駄なものはないんですよね。ポケモンやってても、投資をやってても、Twitter を見てても、動画を見てても、 自分がこの状況がどうなのかっていうものを把握するのにはどんな馬鹿げたものを見ててもその動画を出す側はどういう思いでこれを出してるのかとかね、えー、いうふうに見,れ見てればなんこの編集は何のソフトをして作ってやってんだとかあそういうところまでねいくと思うんで。 えどっちかっていうとその自分がどう発信していくかっていう目線で見ればねいくらでもものがあこうためになるものっていうのはたくさんあるんでねえそういう見方でね見ていくとまたね一味も二味も同じものを見ててもその先にあるねえ自分の未来に対してこう問いかけるようなねえ動き方ができるんじゃないかなと思うんでうんまあ仮想通貨の話はそんなね えーしてなかったんですけどもそういうところまでね見れて 3D っていうところまで見れるとね、えー、もっともっと楽にというか楽しくというかまあね、えー、動けるんじゃないかなと思います。うん、まあえっ、ー、とビットコインの方はこういうわけで、えー、非常にもう上値が落ち着いてきてるね で高値券がいまだに更新されている状態ですよね。新高値を更新されている状態ですね。今までになかった価格がを超えている、ね。10円が50円に。50円から今度60円に。ね、60円が下がって、80円あ、違う、50円にとかっていう、そういうね。で、また60円。60円が今度、高値券だったから60円を超えてくると。ね そういう値段のね、えーまあ、数字は違えどね、えー、感じになってるんで、またこの先は面白いと思うんでね、えー、目が離せませんよね。うん、なので、ぜひ、えーまあ、今後もね、えー、なんかのね、えー、足しにはなると思うんで、えー、動画を、まあ、音声を聞いていただけたらなと思っております。はい、それではね、素敵な週末をお送りしましょう。 コインライフをお送りしましょうですね。はい。